はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、今ですね、本当に2023年に入ってから、様々な暴露だったりとか、様々な真実というのがですね、明らかになってきているかなというふうに思うんですけれども、ここ最近ですね、日本では例のウイルスに関するところでですね、5類に、移行が決定したということで、ただ安心はできないんじゃないかなというふうにはね、ちょっと個人的には思ってたりとかするところであるんですよね。次のね、また何か始まるんじゃないかというふうに思っているんですけれども、そのですね、5類に移行が決まってからですね、厚生労働省とかの動き方とか発表がですね、若干変わってきたなという印象がありましたので、結構これは重大というかやばい、悪い意味でやばい、お話ですね。そういったところのですね、ちょっとお話をね、今回は情報アップデートしていきたいというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。で、まず最初にですね、またね、これはもう、今最近連日お話ししてるんですけれども、岸田政権になってからですね、外国人技能実習生だったりとか、外国人に対する優遇措置というのがですね、非常に強化されてきている状況かなとは思うんですけれども、それとですね、同時にというか、並行してですね、やはり外国人の方による犯罪係数っていうのも、かなり増えてきているというような状況になっているわけですよ。で、最近僕の動画ではほぼ毎日ぐらいでですね、そういったお話しているかなというくらいですね、頻繁に起こってきている。前までは週に1回とか、そういったペースだったんですけれども、最近結構、記事として上がってくるものがね、複数件上がってくるというところでですね、多分またね、増えてるんだろうなというところなんですが、今回は30件の空き巣に関与していたトルコ国籍の男3人を逮捕ということでですね、いやーなんか最近本当に物騒ですよね。しかもこれが入院中の留守宅に、入院中で留守にしているような、そういったお宅にですね、窓ガラスを割って侵入していたということがですね、分かっていて、ただですね、やっぱり不思議なポイントとしては、結構最近外国人が何やろうが、わいせつだったりとか、あとは、ですね、薬物だったりとか、そういったところのね、ブローカーもうろちょろしてたりとかするようなところなわけなんですけども、捕まりはするんですけど、不起訴で終わるパターンっていうのはすごく多いんですよね。で、ここ最近もうインド人だったかな、ネパール人だったかが、4歳の女の子の手の甲にキスをして、で、それで通報された結果、不起訴になって終わるということでですね、これ国によってちょっと異なるところなのかなとは思うんですよね。そういう文化のね、ところがあったりとかするのかなと思ったりはするんで。ただ日本における部分では、やはりちょっとですね、怖い、印象を受けたりとかするということでですね、やっぱそういったところに関してはね、おのおののね、国で、そういった、オーソドックスというようなものはあるのかなというふうに思いますんで、その国に合わせたね、生き方っていうもの、振る舞いっていうのが必要なのかなというふうに思うんですよ。で、なんですけど、日本人がですね、結構やっぱ抑圧されているようなね、印象を受ける中で、外国人の方々に対してのね、そういった、なんて言うんでしょうね、福利厚生だったりとかね、そういったものとかもね、かなり充実してきているというのがね、非常に解せないポイントですよね。あとは最近分かってきているのが、その LGBT 系のものをね、バカみたいに推進しているわけですけども、LGBT 補助金みたいなね、ものがあるわけですよね。要するに、国が、なんていうか、絶対にその LGBT の方の、給料とかそういったものを保証しますよみたいな制度があったりとかする関係で、逆に言うと、企業側は LGBT の人を雇用することができさえすれば、国が、要するに給料とかを肩代わりしてくれるような形になるから、実際、実質的な人件費ゼロの状態で使うことができると。いうようなこともあったりとかするようでですね。そういったところも合わせてですね、なんていうのかな、かなり本当にね、左翼的なね、極左的な方向にどんどん行ってるなというふうに、本当にここ最近マジで感じますね。若干今、厚労議職のね、話とかに関しては、少し下火になってるのかなという印象は受けるんですけれども、ただにしてもですね、やっぱりね、ちょっとおかしいなというふうには感じるんですよね。で、ここ最近やっぱり生活保護とかね、そういった部分のお話も、結構上がってくるわけなんですけれども、社会保障制度とかそういった部分ですね。そういったところで、外国人の方が日本に入ってきたら、だいたい1週間ぐらい滞在しとけば生活保護を受けられるみたいなね、そういった件もあったりとかするわけですよ。ふざけてんなというふうに思うんですけれども、その中でその外国人の方の主張がですね、生活保護費とか、そういったものが減ったら、このままでは私たちは生きていけないという主張をしているんですけども、まあ、だったらもう自国帰れよっていうふうにはね、すごく思いますね。だし、まあ、それかもう、もはや就労ビザをね、ちゃんと取って、ちゃんと働ける状態にして、まあ、ちゃんと働いて、収入を得ていったりとかするべきなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、なんかその他国の社会保障制度に対して不服を言うのって、これなんかまあ、ナンセンスだと思うんですよね。仮に自分が他の国に行ったりとかして、その国でね、まあ、例えば、そうね、住むとか、そういった形になったとしても、やっぱりこう、なんていうかな、こう、その国々のね、まあ、やり方っていうのはあるのかなと思うんで、やっぱり外部なわけですよね、どこまで行っても。永住権を、まあ、仮に手に入れたとしても、やっぱりじゃあ、だとしたらあなた、自国に帰ればいいんじゃないですかみたいな話になっちゃうと思うんで、なんかそこに対して、まあ、文句垂れるのってやっぱ違うんじゃないかなというふうにはね、すごく思うところですね。うん。まあなんでですね、まあそういったところに関してですね、なんかこう、まあ差別だなんだとかね、まあ意味不明なことをね、言っていたりとかするような連中もいるんですけれども、なんかそういう、なんていうのかな、こう、知能指数の低い、まあ人たちにね、こう、時間を費やすような、政治であったら、まあダメだなというふうにはすごく思うんですよね。うん。やっぱ何より、やっぱこう自国のね、国益だったりとか国民のね、利益というものをやっぱ最優先して考えていかないと、そもそも、まあ、ありとあらゆる部分がね、こう、まあ、おろそかになっていったりとかね、まあ、するかなというふうに思いますし、まあ、自国民がね、潤ってない状態で外国人ばっかね、まあ、いろいろやってたらね、結局、なんだろうな、まあ、こう、エコシステムとかそういった部分もね、崩壊し始めますよね。まあ実際もうそうなってきてるので、本当に10年後の未来っていうのが本当にわかんない、状況かなというふうに思うんですけど、本当に健康とか、まあそうですし、まあ経済とかね、そういったところに関するね、リテラシー、あとは投資に関するリテラシーとかも非常に重要なね、まあそういった分岐点になってきてるかなというふうに思います。まあそういった情報に関してはですね、僕の運営している公式 LINE の方で発信をしていたりとかもするので、ぜひ皆さん、概要欄の方にね、URL 貼り付けておいてありますね、公式 LINE の方のね、追加の方とよろしくお願いいたします。で、他にもですね、最近分かったというか、なんかこれはもう、なんていうのかな。まあ予想というか、まあ話はね、ちょくちょく聞いてたんですけども、今中国人によるデータ改ざんの、まあ案件というかですね、まあそういった捜査っていうのがですね、続々発覚していて、もう超やばいという話になってるんですよね。で、世界からもう疑惑の目を向けられているような形になるわけなんですけど、これをね、まあ俗に論文工場と言われてるわけですよ。まあ要するに、まあ社会的にね、認めさせるようなですね、科学的な分野だったりとか、まあ様々な分野に関する、まあ医療分野とかね、そういったところのエビデンスの偽造とか捏造とか、まあそういったものの、まあ痕跡っていうのがどんどん見つかってきていて、まあこれがすごくやばいんじゃないかと。で、しかもいずれは、今現在は人間の手でやってるみたいなんですけど、それこそ今チャット GPT とか、そういったものだったりとか、まああとはまあ今、本当に中国はですね、本当にいろんな国のビッグデータというのをですね、まあもう水面下でどんどん収集していってるわけです。ですよね。まあそういったところから考えると、まあ、後々ですね、もうなんていうか、どの話を信じればいいのみたいなね、状態になっていってしまうかなというところで、まあそんな国がですね、アメリカが1位なわけですよ。その論文とかそういった部分のね、ポイントに関しては。なのに、もう2位まで来てるんですよね。これ超やばくないかっていう話なんですけれども、もう本当に今ゲーム業界とかもそうですけど、アプリケーションとかね、そういった業界も全部そうですけども、ほぼほぼ中国がもう独占状態にあるというような形になっているわけなので、まあ本当にあらゆる分野をですね、食いに来ようとしてるんだなっていうのはね、まあマジでいろいろね、調べていると、分かっていることなのかなとは思うんですが、まあこれがですね、もう本当数年後とか数十年後とか、まあそういったところにもう多大な、まあ負の影響をね、及ぼすんではないかということで、非常にですね、ちょっと怖いですよね、この辺に関しては。特に情報とかは、これからさらにですね、まあこう、そうですね、まあ厳重なセキュリティをね、かけないと、やはりダメなものかなというふうに思ったりもするので、まあそういったところのですね、まあ防衛線というのが日本には本当になかったりとかするという形になりますから、これからもしかしたらそういうデータとかの防衛とかそういった部分のビジネスっていうのがめちゃめちゃ流行る可能性もあるなというふうにはね、ちょっと思ってるんですよね。セキュリティの部分ですね。うん。まあ気づいてる人たちはね、絶対そのセキュリティのね、部分はかなり重要視してるかなというふうに思いますんで、まあそういったところも含めてですね、ちょっと、まあいろいろね、まあ調べて皆さんにもシェアをしていきたいというふうに思います。で、ここからがですね、まあ日本に関する、まあ医療業界的な部分のお話になるんですけれども、これやばいですね。まあ、2つのですね、免疫治療薬を併用した、肺がんの臨床試験、まあ、要するに治験ですね。まあ、それでですね、なんと11人が死亡で中止になったということで、いやー、これね、本当に僕もですね、夢の国とかそういったところでキャストをやってた時代に、なんていうのかな、有給を取ったりとかする人たちがいるわけじゃないですか。で、その有給休暇中に有給ももらいつつ、なんていうか、この治験とかでベッドで寝てるだけで40万とかもらえるんだぜ、みたいな感じでやってる人とかいたんですけど、やっぱりね、ベッドで寝てるだけで、お金がめっちゃもらえるっていうのは、これはもうやっぱ、おかしいわけですよね。何か裏があると、そういった勘繰り言い方をした方がいいと思うんですけど、やっぱりこの治験っていうのは非常にリスクが高いわけですよ。うん。そういったところで、ちょっとね、そういうことも思い出したんですけども、今回その国立がん研究センターなどは28日にがん免疫治療薬のオプジーボと、ヤーボイというですね、薬があるっぽいんですけども、それを使った、肺がんのですね、臨床試験で治療との因果関係が、なんと否定できない死者が11人確認されたということで、いや、これやばすぎんかっていう話ですよね。うん、みんなお金欲しさに治験行ったらみんな死んじゃいましたみたいなね。そういった話になってくるわけですよ。いや、恐ろしいですよね、というところなんですけれども、こういったことがですね、やっぱりね、リスクとしては存在するし、特に最近はこの、医療業界というかですね、そういう医薬品とかに関するところで、もう相当無理やりねじ込んできているようなね、そういったものとかも増えてきてるわけですよ。だから本当に安全性とかそういった部分の保証、保証というかですね、そもそもそんなもんないというところなのかなと思うんですけれども、自分に負のね、影響が出るようなものというのがね、出回っているという意識、認識というものをね、持たないと、やっぱダメだなっていうふうには思うんですよ。今回の例のあれに関してもそうだと思うんですが、やっぱり一人一人が、その一つ一つの認識というのを自分自身で、なんていうかな、やっぱり情報をね、めんどくさがらずにちゃんと取っていくっていうのは必要だと思うんですよね。どの分野に関しても。それは自分を守るためでもあるし、あとは家族とかをね、守るためでもあるかなっていうふうに思うんで、無知な、状態っていうのをですね、スタンダードにしないという、そういった努力をね、取ることは必要なのかなっていうふうに思いますね。うん。やっぱりね、なかなかそれもね、自分で気づいていかないと難しいポイントなのかなというふうには思うんですけれども、こういったことがあるので、治験とかはですね、なるべく友達というか、知り合いだったりとかね、こういった場ではですね、受けない方がいいんじゃないかということはですね、ちょっと言わせていただけたらなというふうに思います。で、次、最後ら辺なんですけれども、これやばいですね。とうとうですね、厚労省からこういう話が出てきたかっていうところでやばいんですけど、例のあれを接種した後に、なんと1歳の男児が死亡しましたということで、これを厚生労働省が発表してるんですよね。えぐーみたいな。で、しかも今、6ヶ月からもう打てるじゃないですか。で、そんな感じになっていたりとか、なんていうかな、厚労省がね、こういった発表もし始めていたりとか、あとはそもそも5類に移行するということが決定した段階でこういったことを言い始めてる、状態だったりとかね、するということですね。一応日本のその認められた事例としては、6ヶ月から4歳を対象にした、それでの、打った後に死亡が確認されたのは初めてであるということを言ってるんだけども、これは逆に言うと、今まで一件もなかったから逆に言うと、そんなに死んでないよね、みたいな、そういった、なんていうかな、使い方をしようとしているのかなというふうにもね、ちょっと感じていたりもするんですよね。なかなかですね、この辺はですね、本当に世界のね、情報とかとも照らし合わせて考えていかないといけないのかなとは思うんですけども、非常に闇深いというか、非常にね、見えない危険というか、逆に言うと安全性とかも証明されてないわけですから、危険性とかも未知なわけですよね。そんなものをね、バンバン体に打つっていう状態こそ、おかしいなというふうに思うべきなのかなとは思うんで、やっぱ医者を信じるとか、そういった、権威性だけでね、判断してね、その人が言うから大丈夫だろうっていう、そういった概念というのが、やっぱり捨て去らなきゃいけないタイミングなのかなっていうふうには思いますね。多分知ってる人というか自分で情報を取ってる人はもう最初からそういうふうに思ってると思うんですけれども、まだまだ日本にはそういったね、考え方とかね、マインドっていうのが蔓延しているような形かなというふうに思いますんで、ちょいちょいですね、僕の方からもそういった部分に関してはね、発信をしていきたいというふうに思います。ので、またこの辺に関してもね、情報を集めていきたいと思いますので、ぜひ皆さんこれからもよろしくお願いいたします。で、今ですね、こちらのチャンネルがまだまだ、検閲が厳しいというところで、僕の運営しているニコニコチャンネルだったりとかね、まあそういったところではこちらで発信できない情報に関して発信をさせていただいております。で、そちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、ぜひ皆さんフォローと追加、チャンネル登録、ご入会のほどよろしくお願いいたします。で、他にもですね、僕の運営している Twitter とか、あとはですね、僕の公式 LINE、あとはリッキーポリティクスという新たなチャンネルも、開設してありますので、ぜひ皆さんフォローと追加、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。というわけで、今回のこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。